おはようございます。ずくなし熊五郎です。今日もよろしくお願いいたします。今日の番組はうちの晩ご飯第1回、まあこの番組の趣旨なんですけども、レシピは全く載っておりません。まあ皆さんが、まあ、主婦の方が今日夕飯何にしようとか、もしくは、まあ、もう一品なんか料理増やしたいねとか、独身の方が今日何食べてようかなみたいな、食事に迷った時にですね、この番組を見ていただけると、あ、これ食べたいねとか、そんな風に使っていただければというふうに思っています。今日のご飯は季節のものが3品ありますね。まだちょっと早めにちょうど出始めなんですが、谷中生姜ですね。もう大好きな一品ですね。お酒飲む時のつまみにも最高ですね。それからもうシーズン終盤になってるそら豆ですね。これはスーパー釣り屋さんで売ってるんですけれども、ストーブの上に乗っけて焼いています。普段は茹でることもそら豆は多いんですが、焼くとですね、やはり水の中に旨味が溶け出さないせいでしょうか、非常に濃厚な味がして美味しいです。それからタケノコですね。これも出始めですね。まあ旬のものなんで、なるべく旬のものは食べるように家内といつも言ってるんですが、お刺身にするとですね、非常に美味しかったです。お肉料理は軟骨の唐揚げと、それから私の大好きな甘酢の肉団子ですね。私ちょっと酢が強めの甘酢が苦手なもんですから、若干控えてもらってですね、まあ多分食べ物の中でも10本指に入るぐらいこの甘酢の肉団子が好きです。それから締めはですね、もずくですね。若い頃からよくお酒飲むと最後にもずくで締めるみたいなことをやってましたが、今日のもずくは能登の食材市場で買ってきたもずくですね。シャキシャキしてて非常に美味しいです。今日のご飯は、まあメインが鶏の唐揚げですね。ちょっと濃いめで美味しい唐揚げです。それから海のものがあんこうの肝ですね。これはこの間新潟釣りに行った時にですね、海鮮市場で買ってきました。それから卵焼きですけれども、今日はニラが入ってますね。まあ家内曰く最後に仕上げにニラを入れてるんで、ほとんどニラを加熱してない、こう生のニラですね。大根おろしと一緒に食べると本当に美味しいです。それから青物でほうれん草のごま和え、まあ甘めのごま和えですね。まあ私以外にも友達なんかもこのごま和えのファンは多いですね。それから煮物ですね。これ昨日食べた煮物の残りなんで、2日目なんで非常に味が染みてて美味しくいただきました。今日のご飯のお肉料理は豚のバラを使った生姜焼きですね。それからアスパラガスと豚バラの炒め物ですか。今まではどちらかというとベーコンとアスパラガスを炒めることが多かったんですが、まあ家内曰く豚バラの方が美味しいんじゃないかということで、今回作ってくれましたけれども、私もベーコンより豚バラの方が美味しいなというふうに感じました。それからキノコの炒め物ですね。3種類のキノコを炒めてくれてます。それから厚揚げの煮物ですね。甘醤油に煮つけてくれてるんですが、もう私の大好物ですね。まあ、お豆腐の場合は糖質がほとんどないもんですから、糖質制限食としても非常に優秀です。それからご飯の代わりに今日は、ネギトロ巻きと、それから長野では有名なんですが、花豆のお赤飯ですね。これをスーパーで買ってきてくれました。今日はちょっとご飯も食べちゃった食べようかなというふうに思ってます。
今日はですね、春巻きとカワハギの肝和えですね。カワハギはこの間新潟へ行った時に市場で買ってきました。それからほうれん草のおひたしとかぼちゃの煮付け、それからやっぱり新潟で買ってきたんですけれども、ロビルに似た感じのネギの仲間だと思うんですけども、酢味噌和えでいただきました。すごく美味しいですね。今日のメニューの中ではカワハギが、まあ、一番大好きっていうか、これ私の好きなもののベスト3に入るぐらいの好物ですね。まあ、市場とか、まあ、自分で釣って食べることもあるんですが、まず見かけたらまず手に入れて食べます。まあ、これは一匹買ってきて家内がさばいてくれました。肝がパンパンだったんでずいぶん楽しみました。今日はですね、珍しくお肉料理がありませんね。普段は家内大体お肉、まあ海のものと山のもの、まあお肉、魚とお肉ですね、この2種類を大体出してくれるんですが、今日はですね、ブリ大根、それからタコ刺し、それから、サラダ菜の炒め物、それからおぼろ豆腐、里芋ですね。この里芋をお塩つけて食べるのが大好きですね。この間は友人のところで吹き味噌をもらったもんですから、吹き味噌をつけて食べたんですが、それも非常に美味しかったですね。